呪われたままでどう移動する？引き戻されないよう守護の護符を作っておいたわ。あるものを見つけるまで持つはず。あるもの？ミズガルズに私を縛り付けている魔法の源を見つけ出し破壊するの。手は貸すが、それで許されようとは思わん。そうね、あなたを殺すかどうかは別の話。俺がなきゃどこにも行けねえだろ。またしてもブロック様様ってやつだな。なぜクレイトスの助けが必要なんじゃ、陛下。オーディンの呪いなどお前さん一人で破れるじゃろう。フィンブルの冬で弱まった呪いもあるけれど、私一人ではこの呪いは破れないわ。それじゃ何か、殺したい相手に助けを求めるのが女神流ってか。あなたにまで来てほしいとは言っていないわよ。言ってねえな。実はおめえらが仲直りしたら探しに行こうと思ってたダチがいてよ。おめえらといりゃそいつのとこにたどり着くって寸法よ。なんでまた？噂によりゃおめえのボンクラ兄貴とつるんでるらしいからな。フレイは関係ないわ。俺様の勘と玉はそうは言っちゃいねえ。束縛の呪いの力を感じる。呪いの源はこの奥よ。ついてきて。さあ、他ムスペルヘイムより蒸しやすいじゃねえか。匂いもひどいの。フィンブルの冬のせいじゃろうが、二人が争わずに済むなら。これはあくまでも一時的な同盟。それ以上の関係には信頼が不可欠よ。やめんか。お前さんを苦しめとる元凶はこやつではなかろう。あと言ってもあなたが私を苦しめることに変わりない。さあ、先に進みましょう。ここまずいわ。何かがおかしい。呪文が解けてしまいそう。これもフィンブルの冬のせいだ。このままでは引き戻されてしまうわ。どうすればいい？これだけは避けたかったけれど。他に道はない。行きましょう。前からオーディンの呪いの抜け道を知っとったんか？いいえ、世界を渡れるようになってから気づいたのよ。それにこの姿ではできることも限られているわ。クソが。気をつけて進んで。湿気が多いと植物は攻撃的になる。この位置を覚えているわ。村々がここで交易をしていた。再現しなかったね。お前さん、手を貸せばフレイヤはわしらを見逃すかの。わからないが、手は貸す。あとはフレイヤ次第だ。そうか。この市場覚えているわ。村々がここで交易をしていた。再建しなかったね。俺が人に物を頼む態度か？
みなぎってきたぜ、こちくしょうが。やっぱり無理してなんぼってやつだな。宝は一つたりとも見逃さねえってか。人っ子一人おらんようじゃな。引き上げたんでしょ、荒野に身を隠し魔法で痕跡を消したのよ。生き残りの数も連絡手段もわからないわ。アース神族どもに狙い撃ちにされちまったって。ええ、ミーミルのおかげでね。わしはバン神族との戦など進言しとらん。和平のために縁組をしただけじゃ。その辺このありさまよ。本当ね、和平も大失敗に終わったわ。私を追放してすぐに侵略を再開した。からに絶品の肉。そういや、おめえの兄貴が大騒ぎ起こしてたっけな。いちいちフレイのことを持ち出さないで。兄のことはあなたたちには関係ないわ。わかったわね。はいはい、わかりましたよ。奥に行くほど植物も凶暴になるわ。あなたに耐えられる。いいか、家族とこじれるとろくなことになりやし、俺は仲違いしてるうちに弟がいることすら忘れかけた。まあ、あいつを見捨てた俺にも当然責任はあったさ。なのにあいつのこと責めてばっかりでよ。おめえにも身に覚えがあんだろ。何が言いたいの？だからよ、諦めるんじゃねえって言いてえのさ。予算さえ解いちまえば俺らだってすっかり元通りさ。あいつは昔みてえに目の上のタンコブに逆戻りだ。俺が家族そばにいりゃいいこともあるし、イラつくことだってあらわない。あなたの話に耳を貸した私がバカだったわ。私の狙いは自由を取り戻すこと。他のことにかまけている暇はないの。なあ、俺はこう言いてえんだ。もしまたおめえの兄貴と話すことができたら、昔放ったひでえ言葉も最後の言葉にならずに済むだろう。もうやめて。自由を手に入れ、自分の足で大地を踏みしめられるまでフレイと顔を合わせるつもりはないわ。こんな姿のまま兄に会うなんて言語道断よ。自尊心ってやつは難儀だね。
そんなくだらねえもんさっさと捨てちまいな。感動で涙が出た。くたばれ。無理じゃな。みんな逃げ去るなんて、オーディンは一体何をしたの？一体どんな武器をドワーフに作らせたの？ミョルニルだけの力でこうもひどいありさまになるものなのかしら。武器とその使い手にもよるだろう。これは、ね、それはまた後じゃ。敵じゃぞ。目の敵はこのカレイが と内臓を漏らしちまう。おめえの出番だ。おめえの民はよそ者嫌いか。知らないわ。私だってもうよそ者よ。おごりな。ブロック様を連れてきてよかっただろう。やっちまった。そったらいいか。ドフ。助けてやった方がいいじゃろうな。油断しないで。静かに。さてと、一体何がかかったのかな。固めのじいさんがトールを送り込んできたかと思ったが、新顔か。オーディンの手先ではない。こんな場所で観光だとでも。違うだろ。ほら、またんか。わしらを脅す必要なぞない。まさかその声。その首、僕が跳ねたかった。先を越されたようだね。そりゃ悪かったな、友よ。誰がお前の友だって。妹を売り渡しておいてよく言う。和平のためじゃよ。ええ、その結果このざまだ。ん？それに妹はアースガルズの力をかい？生きてるのか？答えたらどうだ。その命で償ってもらおう。待って。なんだ？なぜ妹の声がする？私よ、ユングビ。もう時間がないの。聞いてちょうだい。彼らは私の付き添いよ。奪われたものを取り戻しにここへ来たの。もう手遅れだ。今さら取り戻せっこないよ。私ならできるわ。さあ、彼らを行かせて。
なるほど。妹の従者か。うん。相変わらずだ。おろせ。いきなり吊るし上げるとはひでえじゃねえか、クソババ。まったくご挨拶だね、ブラーバー。んじゃ、目当ての女も見つけたし、昔話に花咲かせてくるぜ。へえ、昔話ね。好きにしろ。お前さん、よければフレイと話がしたいんじゃがな。ちょっとブロック、私の火事場で何勝手に見せ開いてんのよ。この地に伝わる歌の歌詞かの。あんたにわかんないだろうけど、大事な家族を置いてけるもんか。このくらい俺にだってわかってる。でなきゃ薄らトンカチの。無礼な態度を取ってしまってすまないね。ここらじゃ憎たらしいアース親族しか見かけないから、つい。ああ、味方なんだろ。こやつの名はクレイトスじゃ。バナヘイムにアース親族とはな。いつからだったかな。占領されてるのさ。策はあるか。今なってるとこさ。うん。お前さん、ここはわしの知恵の出番じゃな。よければ相談に乗るぞ。大歓迎。今回はわし抜きの方がうまくことが運ぶじゃろう。用が済んだら戻ってこい。クライトス、妹は決して怒らせない方がいいぞ。根に持つからね。警告するには遅すぎたろう。それじゃあまずは状況確認じゃな。お前さんもいい。やっと静かになったわね。お前に話したいことがある。どうぞ。兄に対する怒りの感情は痛いほどわかる。弟がいたの。名をデイモスという。幼い頃に予言に取り憑かれた二人の神に連れ去られた。あの地の神の手にかかれば命はない。生きていると知った頃には弟の心はすでに私への怒りで満たされていた。だが私の弟への愛は変わらん。つまり私の怒りが理不尽だと。ほんの一瞬会っただけでもう兄の味方をするの。そういうわけでは。そうね。事情を知らないことに余計な口を挟んだだけよね。西への民。刺さったものを拾って投げ返して。
前にも戦ったことがあるんでしょ。当然。同情を引けば私があなたを殺さないとでも思ったの？お前を助けたいだけだ。過去の過ちを繰り返してはならん。あなたの過ちから学べというの？まったく大きなお世話よ。うわっ！私のことを全て分かっているかのように助言を押し付けないでちょうだい。覚悟はできていたのに、あなたが勝手に私を救ったせいで私はあの子を失ったのよ。確かにバルドルにも非はあった。それでも我が子を失ったことに変わりはない。分かっている。本当に我が子を失う苦しみがあなたに分かるとでも言うの？ああ、そうだ。アトレウス以外にも子供がいたの？カリオペという娘。カリオペ？何が？遠い昔のことだ。忘れて聞くべきかな。
あの監視塔に行かなければ。谷を通って行きましょう。こっちよ。お前には娘のことを話しておくべきだな。残忍な神の策略により、私はとある村を襲い、そこにいた自分の妻と娘までをも殺めてしまったのだ。だから復讐を決意した。そんな、なんて仕打ちを受けたの。奴らに幾度も報いを受けさせ、オリンポスを焼き払ったが、罪の意識は消えなかった。私を殺しても心に平穏は訪れん。平穏など求めていないわ。私があなたに襲いかかった。なぜ戦わなかったの。戦いは死を意味する。何が言いたいの。お前を傷つけたくはない。お前は以前アトレウスを救ってくれた。死ぬつもりもないが、それ以上にお前を殺したくないだけだ。そう聞こえた。ノッケンよ、村の近くにいるなんて。あの人は仲間を不死身にするの。ノッケンを倒せれば先には進めないわよ。私の村、もう見る影もない。昔はよく農園でフレイとかくれんぼをした。昼下がりには広間から蜂蜜パンを盗んだもの。収穫期には朝まで踊りごちそうを食べて、悩み事なんてなかった。なぜ戻ってきたの。思い出すだけだ。
フレイヤよ、永遠に。後半が欠けている。どうか女神のご加護を。さびれた言葉で。やつらが中にいる。戦う準備をして。私だけでなく、私の故郷の思い出までをも怪我した。故郷を懐かしく思えるだけ幸せだ。スパルタでは子は親から引き離され、厳しい教育を受ける。ついていけねば落ちこぼれ、残飯で飢えをしのぎ、上官に立てなくなるまで殴られる。夜家路につくが、狼の餌食になる者もいた。そうやって戦士が生まれるのだ。わこの植物はミズガルズの山麓の丘で見たアザケリの柱と似ている。まあ、スパルタで育てばあなたのようになって当然ね。はじめてこうなる運命だったのです。運命は打開できる。私も信じている。ノルに告げられた息子の運命を変えられるとね。結果はあなたも知っているでしょう。ノル、運命の女神か。そうよ。運命を変えるなら覚悟することね。
息子もお前と同じ考えだ。定めに向かって闇雲に突き進んでいる。自分が予言に出ている戦士だと証明するため2日の姿をくらませた。え、ラグナロフの予言に巨人の戦士なんて出てこないでしょ。グローアが隠していた。その戦士はラグナロクで世界を救い、アースガルズのみが滅ぶ。オーディンと共にな。あんなにオーディンがラグナロクに固執していたのに肝心の情報が欠けていたなんて。はっ、やるわね、グローア。アトレウスは予言に惑わされる。まだ予言に抗う気に、うん、勝利を約束されたのよ。息子を戦に導きはしない。スパルタのような道を歩ませはせん。よくも私を前に息子を守るなんて言えるわね。私の悲劇から何も学ばなかったの？運命に抗えば共に過ごす時間を無駄にするだけよ。道半ばで運命の糸を断ち切られる可能性がある。刃で松明を振り子のように動かしてみて。これ以上時間は無駄にできない。橋を渡りましょう。信じられないわ。あなたともあろう人が戦におじけづくなど。あれだけ神を殺しておいて、身をもって戦の代償を学んだ。私だって犠牲を払って終わらせたわ。この場所を見て、悪に抗うのはこうなってしまう。の目的を果たしに行くわよ。オーディンの軍勢の指揮官よ。アンスコダラス。
してもラグナロクを起こしても失ったものは戻らない。悟ったようなザレ言はもううんざりよ。いいからあなたは黙って敵を殺してちょうだい。せなどと言うな。何ですって。息子と友を守るためなら殺しもいとわん。だが獣に戻る気はない。二度とな。あなたに選ぶ権利はないわ。私に借りがあるのよ。借りを返すためではなく助けに来たのだ。何もかも奪われたのに全て水に流せというの。フレイやめて。ついた。私をミズガルズに縛りつける元凶。ここは何だ。私が生まれた家。待って、何か変だわ。スーナ、世界中の念がオーディンの糸で縛り付けられている。あの男、この切れない。プレイヤーニーズホープ。こいつはオーディンの魔物か。いいえ、ユグドラスの根の守護者よ。どこにでも現れる。私はそれを承知だ。いいわ、その調子よ。
ら邪魔よ。これでは根にたどり着けないわ。分かっている。
終わったのか。終わった。本当にこれで終わったのね。望むものは得られたか。決めなければならないわね。あなたを許すのか、殺すのか。もう決めたのか。どちらもできそうにないわ。
まだ心の一部は激しい怒りに満たされている。そしてこの怒りが消えることは決してないわ。けれど死ぬべきなのはあなたではない。分かっているわ。ねえ、これまでにあったこと説明はいらない。私にはな、分かっている。あの時お前を救ったことを悔いてはいない。だが生きるか死ぬかはお前自身で決めるべきことだ。その選択を奪うべきではなかった。こうして私も元に戻れたし、兄と向き合うべきなのでしょうね。その後はどうする？わからないわ。久しぶりに自分で選ぶことができるのよ。今はその事実をかみしめた。こっちから野営地に戻れるわ。鶴を一緒に燃やしましょう。刃を鶴に埋め込んで火を使う。飲み込みが早いわね。お前が戻って兄は喜んでいたな。兄は何より全てが昔に戻るよう望んでいるでしょうし、どうせ私に指揮の座を押し付ける気なのよ。怒りを力に変えているのか。ええ、利用できるものは利用すべきよ。私だってフレイに対して怒りたいわけではない。実の兄よ。何よりかけがえのない存在だったわ。長いことね。
さっき見かけた植物とそっくりね。冷気で毒を消せるはずよ。さすがね。またこの地を故郷と思える日がいつか来るかしら。まさかスコルとハティがバナヘイムに。巨人が彼らを守るためこの地へ連れてきた。見て、日の光が根を呼び覚まして太陽を歓迎しているんだ。美しいわね。慣れ親しんだミズガルズの雪景色とは大違いだわ。あれは渡りの群れね。あの頃のままだわ。侵略者に怪我されずに済んだものもあるということね。どんなに荒らされてしまったとしても、この地のために戦う意味はまだあるということね。そしてフレイのためにも。わからない。でも巨人族のものなのは確かね。描かれている2匹の狼はおそらく空にいるお友達かしら。謎解きはまた今度ね。私の刻印で障壁を破れるわ。アンカ、無防備になったわよ。ワンハンドゴー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 。Ugh!
フレイと別れた後、いろいろあったわ。何から話せばいいのやら。何を望む？まずは兄からの謝罪かしら。私だって兄を許したいの。心を入れ替えたと信じたいわ。残された唯一の家族だし。レイモスに謝ったことはあるの？許される資格があると思えねば許しは超えん。どうやって渡ろうかしら。刻印の矢を使えば川の向こうにある茨に炎が届くはずよ。どんな相手も許すことにも己の力となる。妻のフェイがそう教えてくれた、そう懐かしく思える伴侶がいただけ幸せ。レイベタエロ、前の夫から学んだことといえば、魂も底なしの闇に落ちうるのだということくらいでしょうね。あの男は私を騙して契りを結び故郷を奪い去ったわ。今や民は散り散りとなってしまった。誰かが反旗を翻し、グローアの予言を実現させ、あの男を止めねば。戦をするつもりはない。戦以上に恐ろしいものもこの世には存在するのよ。あの子がラグナロクを望むのなら止められないかもしれない。止めてみせる。できない。私なしでも生きていけるようあの子を鍛えたつもりだ。戦をする気がないなら、この先どうするの？さあな。だが息子を危険な目には合わせん。自分で進む道を選びたいのならば、急いで決める。いいか。覚悟ができてナース本物だやっと戻ってきたんだね。ええ。よし、お祝いだ。玉座はもう返すよ。再建しよう。二人で戦うんだよな、昔みたいにね。ここには残らないわ。だったらなぜ？
ここに。二人でなら僕らのものを取り戻せるはずだろう。自分のものを取り戻したばかりなの。まだやることがあるわ。お前も故郷の慣れの果てを見ただろ。僕たちはどうでもいいってことか。バナヘームは私を見捨てた。それでもなお忠義を見せろと。ああ昔の喧嘩をまだ根に持ってるのかい。民を救うことが私の使命であり責務だったわ。あなたは真剣に受け止めていなかったけれど、この様子じゃ今も変わらないようね。僕が遊んでるとでも？ええ。僕たちはお前が夫と呼んでいた暴君に全てを奪われた。あいつの家族は僕を火炙りにしたんだぞ。一体僕にどうして欲しかったって言うんだ。実の兄なのよ。何があっても私の味方をして欲しかった。私がどんな時もわがままな兄さんの味方をしてあげたようにね。どんなに傷つき怒っていたとしても、きっと私を探しに来ると思っていたわ。なのに私をまさか見捨てるなんて。フレイヤ、誤解だよ。死んだと思ってた。ひどいことを言ったと後悔しながらずっと生きてきたんだ。どんな気分か分かるか。自分の身勝手が誰より大事に思ってた人を傷つけたんだ。見捨てただって死んだと思って嘆いてたんだよ。どんなに会いたかったことか。私もよ、ユングビ。分かって、自由を得た今、また世界に縛られたくはないの。助けをよこすわ。いずれは戻る。約束よ。別の居場所を見つけたんだね。ええ。行くといい。うだ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 、いつまでやってんだ。家族のお涙ちょうだいをボケっと見てる場合かってんだよ。ほらさっさと来な。おめえはそこまで。おめえらと話してえことがある。第一に生首を忘れんなってことだ。第二に、おめえの弓からマインの匂いがプンプンするが、そいつを盗ませてもらう代わりにその弓に音波の魔力を与えてやるってのはどうだ。取引ってやつよ。いいわ。それからここに残るつもりがねえなら、暇を持て余した神様ご一行のためにシンドリと俺が寝床を用意してやっから、水ガルズの寒さにやられて落ちんじまう前にまたヒゲヅラと一緒に戻ってきな。お友達のテュールもいることだしよ。ありがとうブロック、そうさせてもらうわ。話は終わりだ。他に用事がねえなら俺は一足先に家に帰ってるぜ。仲間に挨拶しておくか、それとももう行くか。ちょっとこっちに来て、おばちゃんのお願い聞いてくれない？ずっと一日中そこでボケっとしてるつもりか。
聞いていい？なぜトラベラーが兄の仲間になったの？出会った時、俺は絶望していた。人生をかけてきたものが嘘だと知ってな。フレイ様はそんな俺を癒し、心から信じられるものを与えてくれたのだ。兄らしいわね。やり直しを与える神。俺は救われ、家族と目的を手に入れた。そのためなら命も捧げよう。ありがとう、頼もしい仲間ね。この犬は何なの？フレイ様が死に損ないのこいつを見つけた。北にあるブロズハンダーの農場から逃げてきたのだろう。もう助からんと言ったのだがな、フレイ様。諦めなかった。回復して以来ここに住み着いている。かわいい子ね無垢な犬だ。人は皆善良だと信じている。いや、妹を助けてくれて感謝するよ。君のことは未だによくわからないけど、妹の味方だって言うなら僕も味方さ。